ですね、今日やるこの3匹の、まず3匹の子豚ですが、まあ、やるやつはですね、その兄弟いて、でお母さんがいました。で、それぞれ3人独立して家建てたんですね。で、長男太郎、次男次郎は、藁とか、かやぶきじゃなくて、なんかその木とか粗末の家を建てました。そしたら狼がやってきて、そいつは食べてしまいました。ドア、うわーって、なんか作戦をやってね、食べてしまった。そして、狼じゃあ三男坊を食べたいよと思ったら、三男坊はレンガの丈夫なやつだったので、食べられなかった。でも、狼が煙突から入ってやろうって入っていったら、そこに罠が仕切られてですね、その煙突にした湯が沸いてて、その狼ドボンとこうやって茹で上がっちゃった。で、それを三男坊サブローと、お母さんが食べてしまったんですね、茹で上げると狼。でもですね、私が考えながらちょっと考えたんですね。で、実は四男坊がいました。四男坊の四郎がいました。四郎は当時はまだ小さかったので、狼の目には止まりませんでした。で、その後四郎はすくすくと成長してですね、お兄ちゃんたちその悲しい物語をお母さんから聞いて、で、最初はただ単にお兄ちゃんたちは狼に食べられてかわいそうだなとか思ってたんですけど、よくしばらくよく考えてみるとですね、ある疑問が、指導の中に芽生えましたよね。で、それはこういうことでした。お母さんと三郎兄ちゃんは太郎兄ちゃんと次郎兄ちゃんを食べた狼をさらに自分たちで食べちゃってたわけだよね。つまりそれは間接的にお兄ちゃんたちを食べたということだよね。食べないの気持ちはなかったのかな。そもそもなんで狼をわざわざ罠に食べたんだろう。シロは当然の疑問をお母さんにぶつけました。そうだよ、でも仕方がなかったんだよ。その時に罪の意識はなかったのかいとシロは言いました。一緒にいたサブローは罠にかけて茹で上がった狼を見てちょっとかわいそうにも思ったし、食べることも供養だと思ったんだと言いました。お母さんはそうだよ、敵討ちはできた。でも茹でたてはおいしそうだったし、食べたら実際おいしかったんだよね。ちょっとニヤニヤしながら答えました。もう食べたくてね、ほんのりと僕の香りがして。え、僕の香りって僕たち豚だよ。僕も豚じゃないか。それって僕たちの血を分けた息子や兄さんたちの香りだよと当然の疑問を見つけ、サブローは言いました。おいしいものはおいしいのさ。猫コーヒーって知っているかい。ジャコウネコの消化器官を通したコーヒー豆だよ。独特の香りがしてすごい高級品として知られているんだ。シロはその例え話の意味がよくわからない。以前からずっと感じていて、今やっと明確な形になったある疑問を直接ぶつけてみることにしました。もしかしてお母さんとサブロ兄ちゃんは狼に次郎太郎兄ちゃんをわざと食べさせて、間接的にお兄ちゃんたちを食べようとしていたんじゃないだろうね。そんなバカなことがあるかいとお母さんは言いました。でも目つきが少し変です。お前もいろいろ探りを入れる年になって十分成熟したようだね。大きくなったもんだな本当と。いや、サブロー兄ちゃんも何かもじもじし始めています。あの当時はやはりまだそのままポークを食べることに抵抗があったのさ。でも今は違う、すっかり立派になったな、お前は。何を言ってるんだ、何を言ってるんだ、おかしいよ。そしてお母さんは完全に美味しそうな食べ物を見るような目つきで指導を見ています。アブローも同様です。指導は言います。お母さん、お兄ちゃん、一体何を考えてるんだい。僕はちゃんと基本的人権を持っている日本国民なんだよ。日本国憲法によって基本的人権が尊重されてるんだよ。きちんと憲法で人権を守らなきゃ。サブローは言います。でもお前は豚だよ。豚にはもちろん人権はないんだよ。
豚は家畜だ。食べられる時には食べられる。これは宿命、残酷な現実なんだ。食うか食われるかなんだ。受け入れるんだよ。だったんだから、全く汚れていない身だとも言えないな。
その罪を洗うために呪われた思い出は全て抹殺せねばなりません。そう、全て消し去るのです。そこでまずは台湾に向かい、その後どうするか考えました。語学、ビジネスマナー、経済に関する知識や危機管理能力などを身につけ、アメリカ政府に侵入して日本を滅ぼそうと強く決心しました。決心したその晩は興奮して寝つけなかったので酒とタバコに溺れましたさて、日本を滅ぼす決心を固めた指導ですが、その後放浪して大きく成長しました。スリランカでは危うく人間の食べ物になりかけており逃げ延び、またルーマニアでは年上のメス豚と一晩を過ごしたりしてすっかり滅ぼすとたくましくなり、満を持してアメリカに渡りました。そこで指導は FBI に潜入し、連邦を尽くす限りを尽くして大統領の補佐官のような地位につきました。そして指導はついに大統領に直訴する時が来ました。あの忌まわしいカニバリズムにバックする汚れた国である日本を潰してしまうではないか。アメリカ人は潜在的に日本人が嫌いだと聞きました。ぜひ日本を購入してください。もう立ち直れないぐらいに大嫌いな国です。二度と見たくないようです。あなたは本心が言っているようですね。ふるさとで何があったか知りませんが、あなたのような聡明な方の言葉は聞くに値します。日本を滅ぼしましょう。本当にとんでもない国です。我々アメリカ人は鬼畜米英国に来ました。ブリカスでやったことも大概しろと言いたいですが、アメリカ人も全く引きを取りません。アメリカ人は何よりも自分が大事で、自分が得をすることだけ考えて他人のことなど全く考えなしの国民性です。そんな我々から見れば、日本人の特攻精神とか他人のために尽くす優しさとか、まく理解的に気違いだったのです。本当に気持ち悪いやつだ。潰しましょう。我々には西海岸に10発の核ミサイル、それで日本の雑誌を狙います。利尻島、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、福岡、鹿児島、石垣島を破壊し尽くしましょう。大統領、大都市はわかりますが、利尻島はなぜ狙うのですか？利尻島は日本人が好きな昆布とかいう海の植物の生産地。その海の植物は日本人が味噌スープの出汁を取ったり、魚の干物に巻きつけて食べたりしています。海の植物を食べる日本人はとても貧しいのに生意気な気違い文化を持っています。海の植物を食べると気違い日本人は大ダメージを受けます。さすが大統領、目のつけどころが違いますね。お目が高い。日本人を滅ぼすことは私の宿願なのです。日米安全保障条約があるように大きな声ではいませんでしたが、私のことは今ではフレメンバーパルファー。私の父は1931年真珠湾でサメに襲われて死にました父はまだ10歳でした。全部日本軍が悪いのです。今こそ石炎の際に話していくときなのです。グッバイじゃ、ミサイルジェンダー発射。こうしてアメリカの超強力な核ミサイルが日本に向けて。もちろん日本ではこの情報をすぐにつかみ、司法が対策を考えるふりをしていました。アメコーメ、ついに本性を表したか。野蛮な下等どものやることなどお見通しなのだよ。総理、この緊急事態、今こそ極秘に開発していた核ミサイルを使うべきです。我々のミサイルの威力なら、アメコーの真剣な核ミサイルなどいとも簡単に撃ち落とすことができます。我々の力を示しましょう。速やかなご決断を。官房長官、何を言っているのかね。日本には非核三原則というものがあるのだ。持たず、作らず、持ち込ませず。これは建前だが大原則なのだよ。それなのに本当は自分たちで核兵器作って持ってましたなんてことが明るみになったらどうなる。バカなマスコミどもは大騒ぎして、各種 SNS でも日本の核兵器がトレンドに入ってしまうぞ。私も激しく糾弾され、政治家としてのプライドはズタズタ。次の選挙に落ちて与党大敗は間違いない。ここはじっと我慢してシェルターにすぐ逃げるんだ。そんな総理、多数の国民を見捨てて自分たちだけで逃げるんですか。日本国愚民どもの命と我々のプライドと政治生命、どちらが大事なのかね。
飛ぶようにそのまれると官房長官は何も言えませんでした。さあすぐにシェルター行くぞ。何だとアイスクリームを忘れるな。その時 J アラートがけたたましくなりました。北の共和国から空母が多数発射されたのです。総理、核ミサイルです。日本海を東に進んでいます。着弾地点は現在計算中です。首相、北の豚野郎め、どさくさに紛れて我々をとことん壊滅させようという気だな。あの恥知らずの太りすぎの汚い豚が。総理、北の飛翔体を球団計算処理。目標はハワイ上空、アメリカの核ミサイルを狙撃するコースです。何だと、北の野郎、どういうつもりなんだ。その時北の共和国からテレビ通信が入りました。すぐにつなげ。北の首領様は言いました。勘違いするな、イルボウジ。イルボウの打ち止めすのは我々なのだ。イルボウの全ての土地、記憶、歴史は我が誇りたとき人民共和国によって抹殺され、薄汚い系統の祭りである狂った世界の番犬恵みの底じゃない。我が共和国の力を指を加えて見ておれ、そして思い知るのだ。愚かな万博いるのみや。そしてハワイ上空で閃光がひらめき、アメリカのミサイルは全て撃墜されました。そして破片がハワイに降り込みました。ちょうど同じ頃、アメリカ西海岸に巨大なタンカーが接岸しました。そして中から限界までお腹を空かせた植え切った大きなイノシシが約5000頭入られて上陸しています。アメリカの豊かな街を見るやいやや呆然と襲っていき、食べ物を食べ尽くし、食べ物を破壊し、人々を追い出しました。アメリカ人たちはなすすべがなく、ほとんど全ての街が破壊されました。そしてイノシシは十分に肥え太った後、ある日突然と手伝いました。シローはこの光景を見て、もう豚の時代は終わった。これからはイノシシの時代だ。と言い残し、どこかに消えてしまいました。さて、同じ頃、お母さん豚と三郎が住む家の扉をノックする音がありました。こんにちは。ガーセアの集金です。今月もお願いします。お母さん豚は、あれ、ガーセア口座引き落としなのにおかしいわね。と思いつつドアを開けました。え、あなた、なんで。そうです、そこには自分たちがたらふく食べたはずのお父さん豚が立っていたのでした。久しぶりだな、ユミコ。元気そうで何よりか。サブローモルにいるのか。いますけど。何をそんなに驚いているのかね。私はれっきとした一匹の生きた豚だよ。足も4つちゃんとある。この家の主、俺様達夫はこうして帰ってきたんだ。でも達夫さんは私たちが。確かに俺はユミコに食べられたんだろうな。でも俺はここにいるぜ。何事かと思ってサボローも出てきました。そして達夫の姿を見てさすがに驚きました。父さん、なんで。サボローも元気そうだ。どうだ、父さんはうまかったか。いや、サブローは、なんでバカにぶつぶつ。まあ、驚くの無理はない。なぜ俺がここにいるか、すべて話してやろうじゃないか。ユミコ、俺はお前が俺の体目当てで結婚したことは最初から聞いた。俺を見る見つきがおかしかったよ。俺はお前がいつ仕掛けてくるのかずっと探っていた。それでお前が催眠術を習い始めたと聞いて、いよいよだと思ったんです。だから俺は先手を打つことにした。知らなかっただろうが、俺は催眠術のプロだ。まず近所の同い年の豚であるトオルに催眠術をかけて、俺に会うように追い込ませるとした。お前は達夫だ、お前は達夫だとね。その次はお前たちだ。お前たちにトールを俺だと思い込ませるようにした。俺の体
簡単だった。そんなあとはユミコのにわか催眠術でトオル自身が自分を狼だと思い込んだ。そしてタロとジルを襲って食べて、それをお前たちが食べたということさ。話の概略が分かったね。お前たちは豚を食べた豚をさらに食べた豚ということだ。豚を食べた豚はうまいらしいが、お前たちはさらにもう一段階上だ。チンピン中のチンピンの言い訳だ。何を考えているの、あなた。簡単なことだ。神は正義を述べて言っている。それに従えばいいか。俺は正義を出す。お父さん豚はこの先のと取り出した雪切り包丁でお母さん豚の喉をかき切りました。お父は血玉に足を滑らすと自分の喉を痛から上の喉に逃げます。さあ、そのプロよ、一息に始末してやるだろうな。そして俺の胃袋の中に行き続けろ。そういうと、お父さんが頭の隙に薄切り包丁を引っ込み、そのまま突き刺しました。お父さん豚は血玉りをきれいに掃除し、お母さん豚とサブロをきれいに解体した後、早速ステーキとして焼いて食べに行きました。絵も言われぬいい香りが村中を包みました。豚を食べた豚を食べた豚、これほどのものとは。お父さん豚は4日にわたって美食三昧でした。5日目になって良い天気の午後、近くの丘に登ってゆったりと青空を見上げることにしました。満腹で草の上に寝転がっていると、そよ風が吹いて小さな雲が次々と流れていき、満足感、幸福感が次々と湧き起こってきました。ラジオのニュースでは、ハワイ上空で謎の閃光があったこと、アメリカの街がイノシシに襲われたこと、北の共和国でボタン鍋が大流行していることなどを伝えています。お父さん豚はまどろんでいました。ふとお腹に大きなカナブンが乗ってきたので、追い払おうと顔を上げました。その瞬間、音がしておでこに何かが当たり、頭の後ろに突き抜けていきました。撃ったのは地元の漁師、又次郎でした。俺はこいつの後ずっとつけてきたんだ。話はいろいろ聞いたぜ。豚を食べた豚は相当うまかったようだが、お前はさらに豚を食べた豚だ。前年に一つのチームに家族でたっぷり味わせてもらえぜ。ヒロコもトモコも喜んでくるに違いない。あいつら年頃になって最近じゃパパは汚い、あっち行けとか言うからな。これを食わせれば家族円満、幸せいっぱいだぜ。こう言いながら又次郎は大きなお父さん豚を抱えてヒロに着きました。ちなみにその後のシロの消息は全く不明ですが、シロが大統領府を去った3日後、アメリカの国務長官の家で盛大なパーティーが開催され、そこでメインディッシュとして豚の丸焼きが振る舞われたとのことです。参加者は口を揃えて大変美味しかったと言っていたとのことです。そしてその豚はなぜかネクタイをつけていたそうです。